若い男を手当たり次第に捕まえろ! ついに時は来たんだ。純平。本当に100人相手に勝てるんだな。 何の冗談だ。ただの市民じゃない。少しハンデをくれてやる。せっかく訓練した兵士ではもったいないからな。思い切りやってみろ。そいつらを全滅させたら最高の待遇を与えてやる。つまらん。私はお前の軍隊を全滅させると言ったのだ。何？私はアメンオサになり戻ってきた。 最近噂になってるアメンオサはお前なのか。俺たち、これで助かったぞ。消えろ、バカども。私がお前らのために来たと思うか。バカども。私一人相手に震えていただろう。武器を持っているくせに。お前らのようなバカどもは領主にやられてしまえ。 救いばかりを求める奴には奇跡など起こらない。おい、モンリオ、何しに戻ってきた。お前のようなやつがアメンオさんになれるはずがない。万が一なれたとしても、呪心が滅びた今、何の意味もない。今ここで地面に頭をこすりつけて謝罪すれば命だけは助けてやろう。さもなくばお前の親と同じ運命が待ってるだけだぞ。 お前近頃悪夢ばかり見るだろう。お前を裁くと言ってこの地を離れた奴が何か企んでいるかもしれんからな。ひどい仕打ちをしたお前は恐怖心が収まらない。だから傭兵を雇おうとしているんだ。だが心配無用。 奇跡を信じる愚か者はもうこの世にはいないよ。貴様何者だ。何をやっている。こいつを殺せ。お前らよく聞け。これから起こることは全て偶然だ。今後一切こんなことが起こるなんて願うんじゃねえ。アメンゴ様のお出ましだ。 国が滅んでもなくならないものがある。お前のように悪人をしでかす醜いやつは、その悪人を断罪するファントムソルジャーだ。あれは、呪神のゴースト部隊。 残らず切り捨てろ。
アメンオサだ。アメンオサが来てくれたぞ。黙れこの腰抜けども。お前ら偶然と言ったのがまだわからないのか。言ったはずだ。救いだけを求める奴らに奇跡はないと。ただ怯えるだけで何もできない臆病者はここからとっとと消え失せろ。さもないとお前らも始末するぞ。ございまする。ジュンヒャン、愛しいやつよ。あの女がジュンヒャン。ジュンヒャン、よく聞け。やつらを皆殺しにしろ。私のものになり、アメンオサオも殺せば、もう怖いものはない。なんだお前らは。これヘアバンドかい？